ベルーナドーム、西武は30日、ベルーナドームで行われた日本ハム戦に敗れ、同カード5連敗を喫した。これでシーズン4以下が確定し、クライマックスシリーズ、CS の進出可能性は消滅。渡辺久信監督代行は、私の力不足しかない、と、謝罪、した。映像、逆転許しベンチでがっくり西武ドラ1は悔しさ爆発。 2018年ドラフト1位で入団した27歳の松本が先発するも3回に支球で走者を出し清宮幸太郎内野手に先制のスリーランを浴びたこの回限りで降板球団を通じて短いイニングでマウンドを降りてしまいチームや中継ぎの方に申し訳ない気持ちです先頭打者への支球だったりと自分のリズムで投げることができませんでした 慎重になりすぎてしまった部分は反省点です。もう少し大胆に攻めても良かったと思います、とコメントした。打線も噛み合わなかった。先頭打者が5度出塁したが、3度の併殺だ。相手を上回る9安打を放ちながらも2得点で終わった。これで今季は117試合で36勝79敗に分け、CS の進出可能性が消滅した。 試合後の取材に応じた渡辺監督代行は、私の力不足しかない、と、謝罪、した。この時期に可能性なくなるのはなかなかないですし、本当に悔しい。応援してくれるファンに申し訳ない。これから、モチベーションを見つけて最後まで戦っていきたい、と言葉を絞り出した。2023年は5位に沈み、復活を目指した今シーズンだったが、投だともに低調。 松井和夫監督が開幕45試合で休養し、交流戦からは。